はい、それでは古墳時代後期ですね。今度は古墳の状況を確認していきたいというふうに思います。前の動画までで6世紀の大和政権の状況は確認しましたので、じゃあそれを踏まえて古墳の状況ということですね。特徴のところですけれども、大きく4つですね。1つ目、古墳の規模が縮小しますということなんですね。古墳時代後期6世紀は古墳の規模が小さくなりますってですね。で、なんでかっていうことなんですけれど、まず一つ目は、古墳を作る必要性がなくなった。どういうことですか？いや、もう力示さなくても大丈夫でしょっていうのが一つっていうことですね。背景のところなんですけども、一番下のところですね。王君の権力の強化ということで、古墳により権威を示す必要性が低下するというのと、もう一つはね、まあ、こっちよりは下の方がいいかな。文字と仏教が伝来するっていうところですね。で、今まで古墳は権威を示す建物、つまりモニュメントだったわけですよね。ところが、5世紀に、朝鮮半島6世紀に、百済からですね、これ仏教が伝わるんですけど、この仏教の寺、これが新たなモニュメント。で、しかも、東アジア共通の、朝鮮半島の百済、高句麗、新羅もみんな寺作ってるし、中国大陸の王朝もみんな寺を作ってるんですよ。で、そうすると、やっぱこっちの方がいいよねっていう風な話になってくる。で、この寺院がですね、そのモニュメントになっていくっていうのの詳細についてはですね、文化史の一番最初のところですね。で、その動画で喋ってますので、まあ、メンバーシップに登録してもらう必要性があるんですけれども、まあ、そちらの方を見ていただければなというふうに思います。このモニュメントが古墳から寺に変わるっていうのが、まあ、6世紀ですね。で、あとは、権威を示すときに建物じゃなくて文字で示す。で、文字が5世紀に伝わってきて、6世紀になると、まあ、ある程度こう使用されるようになってくる中で、その文字で権威を示すっていう、まあ、この2つもあってですね、まあ、その古墳の規模は小さくなってくると。大規模な前方後円墳、300メーターを超えるような大規模の前方後円墳は基本畿内だけになりますね。で、そこに今城塚古墳とかですね、五条の丸山古墳とか載せときましたけど、まあ、正直言うともう覚えなくていいかなっていう、早稲田とか慶応でもいらないかなっていう感じがします。で、じゃあそうすると、古墳は何のために作るんですか？墓ですね。モニュメントではなくなったんで、これによって古墳イコール墓です。まあ、墓としての要素っていうのが強まる中で、何か具体例ありますかって言った時に、3つ目のところですよね。古墳の意味合いの変化っていうことなんですけれども、これがね、3つ目のところの古墳の意味合いの変化っていうところなんですけども、例えば群州墳とか横穴式石室とか装飾古墳っていうのが、まあ、その一例ですよね。例えば、この群州墳っていうのはね、円墳、上空から見た時の円型の古墳、これがいくつかこういうふうに集まって、まあ、これ群州墳っていう形で、この全体を群州墳って言うんだけど、これどういうことかって言ったら、同族墓ですよ。同じ一族で、まあ、小さな墓をポコポコ作ってっていう。まあ、今だったらね、同じ墓の中に同じ一族の人たちで入るみたいなのが、まあ、結構一般的なのかなと思うんですけども、この時代は、だから、例えばこれ、田中、一平さん、二平さん、三平さん、四平さん、五平さんで一族で近いところに墓を作ると。で、この全体が群州墳です、みたいなね。だから、これって墓としての要素が強まっている。で、それからもう一つが横穴式石室ですね。6世紀になって一般化するんですけれど、横穴式石室っていうのは、はい、じゃあちょっと見てください。今ここに銅鐸があるんですけど、その今上、ここが古墳の墳丘、頂上だと思ってください。で、上から見た時に、今まではこう前方後円墳っていう、こういう感じですよ。で、縦に穴を掘って墓を作れば縦穴式石室ってことになるんだけど、横穴式石室ってのはこう横に穴を掘っていくわけですよ。で、追想が可能になるっていうのがポイントなんです。で、そこのプリントのね、まあ、横穴式石室の図のところを見てもらえばわかるんですけど、閉塞石っていうのがあって、これ閉塞石って扉なの、簡単に言えば。つまり、基本的には閉めといて、墓の中に入る時だけ閉塞石を開けて中に入っていく。で、ここら辺の円堂とか玄室っていうのは総計レベルだと出ますんで、一応用語としては押さえておいてほしいんだけど。で、玄室。まあ、これが部屋だよね。で、この部屋に、まあ、例えば遺骨を埋葬するってことになるんだけど、この形だったら追葬が可能じゃない。で、横穴式石室っていうのはこれある程度部屋が広いんですよ。で、そうすると、じゃあお母さん大事に安らかに眠ってくださいみたいなこともこの玄室の中でできるようになると、まあ、いうことですよね。で、つまり、この追葬が可能ってことは、まあ、家族の墓っていうことなんで。で、ちなみに、このプリントにも書いておきましたけど、縦穴式石室っていうのは基本的に個人を埋葬するので、個人を埋葬する縦穴式石室と、集団を埋葬する、まあ、つまり家族を埋葬する横穴式石室っていう形で押さえてもらうといいんじゃないかなというふうに思います。さあ、その玄室ですね。つまり、石室の内部ってことなんですけども、そこを装飾した。これが装飾古墳ですね。
代表的な例が藤の木古墳とか竹原古墳、よく入試に出るものですけれども、ここら辺はですね、石室の内部を色鮮やかに装飾する。なんで？まあ、ここに眠るお父さんが寂しくないようにとかっていう。まあ、そういうような感じで押さえてもらえればいいだろうと。まあ、いうことですね。はい。それから特徴の二つ目のところですけれども、古墳をですね、作る階層っていうのがこう広まっていきます。で、これの背景となるのがですね、鉄製農具の普及による経済力の強化っていうことなんですけれども、まあ、6世紀になって鉄が自給できるように日本列島もなります。で、そうしたことでですね、まあ、有力農民が経済力をつけるんで、その経済力をつけた結果として古墳をまあ作っていく。まあ、そういうふうに理解してもらえればいいだろうと。で、その有力農民たち、そんなにバカでかい古墳は作れませんので、その群衆墳のようなね、小規模な円墳。で、それをこう集団で作っていくみたいな。まあそういうふうに群衆墳を理解してもいいでしょう。で、そうすると、この有力農民っていうのがある程度力をつけてきてるんで、地方豪族からすると、こいつらを抑えるために、大君のもとで国の宮津子に就任して、例えば自分の一族、トネリとか、うねめっていうような形で人質を差し出す。けどその人質は単なる人質じゃなくてという話は大和政権の政治制度のところで説明をしました。だから権威づけになるんだよって話をしたんですけれども、なんで権威づけが必要なんですか？実はこういう状況があるんだよと、まあいうふうに押さえてもらえばいいだろうということですね。はい。で、そういうふうに、この有力農民ですね。この連中が古墳を作るようになると、副葬品っていうのは、やっぱりその有力農民の生活必需品なんかが埋葬されるようになりますので、特徴の四つ目ですね。副葬品に土器などの日常生活品、これが加わるんだよ、と、まあ、いうところですかね。で、まあ、ここら辺の副葬品なんかは、まあ、よく入試に出てますんでね。論述問題なんかでも、まあ、きちんと押さえておきたいな、と、まあ、いうところであります。以上が古墳時代後期の話ということで、ここまでが古墳時代の話ということになります。続いて次の動画から飛鳥時代、これを具体的に見ていきたいというふうに思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。また、いいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたら、コメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。